はいどうもマリシカチャンネルへようこそ。ロシア・モスクワに11年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで、今日は2021年初コラボ動画です。それも日本に住んでいるロシア人の私のお友達ジェーニャチャンネルのジェーニャちゃんとズームを使ってリモートコラボしたいと思います。では早速ジェーニャちゃんを呼んでみましょう。ジェーニャちゃん、こんにちは。プリビエット。プリビエット、マリシカ。久しぶりです。はい、お久しぶりです。お元気ですか？元気ですよ。マリシカは？元気ですよ。今、マリシカは日本ですよね。日本に住んでいて。はい、日本の静岡に。そして私がロシアに住んでいるわけなんですが、私ですね、普段は休み、年末年始とか夏休みは国境に帰るはずなのに、今回このコロナの影響で2人とも帰れなくて、ジェーニャちゃんは日本に、私はロシアに残っているわけなんですが、似たような感じのシチュエーションで似たような気持ちなので、それを共有したいなと思ったのと、そしてこの動画ではちょっと後半にね、少しロシア語で年末年始について教えてもらってもいいですか、ロシア人に向けて。はい、喜んでありがとうございます。今回ね、3回目のコラボなんですけど、よろしくお願いします。はい、よろしく。今年、私もマリシカと初コラボです。そうね、初コラボ、頑張りましょう。初コラボ、はい。実は私も2020年、ほぼ日本にね、一回も一時帰国ができてないんですよ。まあ今のこの状況を考えたら、飛行機に乗るのもリスクがあるし、帰っても自宅待機しないとダメだし、家族や友達に会えるけど迷惑をかけてしまうかもしれないし、本当に再入国できるかっていう不安とかもあって、できないんですけど、この前ね、ジェーニャちゃんと電話で話したら似たようなことを言ってたので、今回その共有からしたいと思うんですけど、ジェーニャちゃんはいつからロシアに帰ってないですか？2019年の12月からもう1年以上経ちましたね。もう帰り方忘れるくらい帰ってないです。飛行機はすごく長い間全然触ってないです。そうなんですよ、私もちょうど1年になるんで、それにモスクワと日本って今までドモジェドボとかシルミチボと、あと成田空港だったのが羽田空港に変わったんですよね。そうですね。それも新しいのをまだ持ってないし、私もとても楽しみにしてたんだけど、この羽田空港すごく使ってみたかったんだけど、で去年ロシアに旅行も決まったんですけど、そういう状態でなくなっちゃったけど、まあ、結局、ちょっと悲しかった。私も取ってたチケットをキャンセルして、ずっとモスクワにいるんですけど、ジェーニャちゃんは今のこの状況でも家族とは連絡は取れていますか？はい、なるべく毎日撮るようにしています。はい、もちろん、どうしても仕事いっぱい入ってて忙しい日は、2日に1回とか3日に1回とかありますけど、なるべく、寂しくさせないように、はい、母たちと毎日コミュニケーション取るようにしています。マリシカはどうですか？毎日コミュニケーション取ってますか？ご両親と。はい、私も、今、ワッサップとかね、あるので、毎日。ワッサップ？なって、そう、あと、YouTube もあるのでね、ご両親は YouTube のマリシカの動画を見るとちょっと安心できますね。一緒にいる感じになりますね。私の場合も同じです。はい、両親のため、私の母と祖母のためもそういう YouTube の動画、はい、なるべくたくさん作ろうとしています。でもやっぱり家族に会えないのって一番寂しくないですか？私はそれが一番寂しいんですけど、ジェーニャちゃんはどうですか？そうですね。一番辛いことは、会えないことじゃなくて、そういう、いつ会えるか、わからないことが一番辛いです。そういう計画立てれないことと、次の出会いが未定であることが非常に辛くて、もう本当に落ち込みますね、それで。はい。もし、私3年後、必ず会えるとさえしてたら、もうちょっと、気が楽ですね。そう、楽ですね。ジェーニャちゃんはね、日本がすごい好きじゃないですか。それで日本に住んでるわけですけど、そんなジェーニャちゃんでも、やっぱりロシアに恋しくなったりとかしますか？もちろん、やっぱり心の中、外もロシア人なので、ホームシックに、もちろんなりますね。あと、ロシアの、
本物の料理も、うん、食べたい、うん、あ、今日は急にボルシチ食べたくなったとか、今日はペルメニ食べたくなった。でも、日本にあるロシア料理店に行っても、やっぱり味は多少違いますね。はい。あと、やっぱり私の出身地、時々、まあ、夢でも見てますね。寝てる時に。日本じゃなくてロシアが、はい、夢で浮かべます。マリシカは、ロシアの夢と日本の夢、どちらの方が多く見えてますか？私は日本の夢の方が大きい。私、ロシアの夢ばっかり見てます。もう日本に3年目になりますけど、日本の夢はほとんど見えてないですね。それはまだ魂はロシアに住んでいるということじゃないかなと思います。逆にマリシカはまだ、日本に住んでいる心の中。じゃあ、夢はロシア語で見るんですか、ジェニアちゃんは。言葉は日本語とロシア語も半分ぐらいですけど、場所はなぜかロシアがほとんど出ます。ほぼ日本語で見てますね。日本語で見て。で、場所も日本が多いかなって思いますね。これも結構面白いですね。初めて知りましたね。1年間。初めての夢の話ですね。ジーニャちゃんね、次に帰国する予定とかってまだないんですよね。未定なんですよね。そう。そうですね。予定は、まだチケットさ、買えない状態ですから、まあ、買っても多分、ロシアに出ることは出ても、日本に戻れるかどうかが、その心配が強くて、やっぱりそんなリスクをしたくないので、あまり、PCR 検査、なんか、3日間以内とダメですし、それがちょっと、期間伸びてしまったらまた空港に問題が起きてしまうので、まあ、ある程度収まった後、その、まあ、PCR 検査がなくなった後、ロシアに帰りたいなと思ってます。ジェニアちゃんはロシアのパスポートだから、ロシアの国籍だからロシアには入れるけど、日本への再入国が問題ということですね。はい、そう、在留ビザがあってもなんか特に去年が厳しすぎて、その一番目のロックダウンが、なんかビザが、在留カードが、永住権があっても、入れない人が多くて、うん、そういう心配なニュースばかり見てて、ちょっと怖くなりました。はい。おかしくないですもんね。私、日本の、ね、パスポートだから日本には帰れるけど、ロシアにいつ戻ってこれるのかわからないから、そのリスクがね、やっぱり。うん、私とジェニアちゃんはいつ実際に会ってコラボができるのかしら。それ、できるだけ早くその日が来ますように神様に祈ってます。そうですね、私も祈りますけど、私が日本に帰るのが先なのか、ジェニアちゃんがロシアに来るのか先なのかわからないんですけど、実際帰れたら絶対に会ってコラボしましょうね。そう、ぜひぜひ、これはもう、第一の目標です。私のロシアに来た時に、まず、私ロストフの人なので、一回モスクワで、乗り換えしなきゃいけないですね。一回モスクワに泊まりますので、その時はちょっとホテルを借りて3日間ぐらい、モスクワ泊まって観光して、うん、その機会に、マリシカとコラボを取ろうと思ってます。ああ、すごい楽しみです。私はね、日本に帰ったら、日本って2週間の自宅待機があって、それも、私、大阪に住んでいるので、最初東京から、こう、それこそ静岡から大阪に帰るのに、まずは自家用車かタクシーか何かで、大阪まで帰らない。ひどいですね。だから帰るのも帰れないっていう。そうなんです。ただ3週目に、ジェニアちゃんのところに行って、ジェニアちゃんとコラボします。3週目にね。ぜひぜひ。ちなみに、ロシアに今、自粛期間は、ありますか？もし逆にロシアに入ったら2週間。あ、ロシアに入ってからの自粛期間はないです。そういう面で日本の方が厳しいなんですね。そうなんです。というのも、私もこれ思ったんですけど、ロシアに入ったら、まずレジストレーションを1週間以内にしないとダメじゃないですか。そうですね。はい。ずっとそのルール。そう、1週間以内のルールがあって、2週間の自宅待機だったら、ちょっと矛盾してるから、多分そういう意味でもないんじゃないかなって思います。前はあったんですよね。そうですね。前、外国人たちはどうやってたでしょうか？一週間で何？だって、レギスターチャーはオンラインもダメでしょ？直接に市役所まで行ってやらなきゃいけない、手続きですね。それちょっと矛盾が、ね、大きすぎますね。そうですね。来られた日本の方たちね、これ外国人たちが来られたら、一週間以内にレジストレーションをしないとダメなんですよ。だから2週間自粛待機してたら捕まっちゃう。過ぎてしまいますね。どうせ、はい、何か方法はないじゃないですか。
それか、もしくはホテルに泊まったら、ホテルはレセプションを出してもらえるので、あのホテルで2週間っていう可能性もありますね。ホテルのレセプションでやってもらえるから。でも、1週間もホテルに泊まったら、もうよっぽど金持ちじゃないと難しいでしょうね。はい。ね、これはちょっと日本人に向けた情報になりましたね。大切な情報。逆に私ロシア人だけど、そういう情報、そういうこと考えたことないです。リギスターチの問題もさらに、そういう自粛の問題にプラスこれもあるということ。確かに、はい。ということでね、今あの難しいシチュエーションにあるわけなんですが、あのやっぱりくよくよしてても仕方ないので、今できることを頑張ろうということで、私はあのロシア、モスクワから、そしてジェニアちゃんは日本から情報をね、配信して頑張っていきましょうね。今できることを頑張っていこう。はい。情報交換やりましょう。おまこ。ね。いたくちぴ、がばりゅうをプラスティムのぶいごっていうほうに、ばたもしたいやぱうちがむのがコメントあり、あかくあつみつのぶいごっていうほうに、ぱえたも、Теперь для вас, для русских аудитории, да, давайте спросим Женю, русская девочка, подруга моя, которая живет в Японии. Как ты встретила Новый год в Японии? Ну, очень тихо встретила и спокойно. Да, мне сложилось такое впечатление, что японский Новый год совершенно не так празднуется, как в России. Русские любят праздновать прям с размахом, да, собираться с семьей, кушать, да, праздновать до следующего утра, потом спать там, до полудня. В Японии совсем все иначе. И, конечно, я праздновала именно как японка, потому что живу в Японии. Получилось только то, что мы поели лапшу соба японскую, традиционную. Считается, что если есть эту лапшу, то будешь жить очень долго, как эта лапша. Да? Да. Обычно после этого многие японцы идут молиться в храм. Да? Хацумодо это называется в Японии. Но в этом году из-за сложившейся ситуации с вирусом многие не ходили в храм. И где-то были даже ограничения по запуску в храм. Ну, вообще, я не по этой причине не ходила, а просто потому что очень холодно. Несмотря на то, что да, Япония считается такой страной островной, и на вид она должна быть теплая, на самом деле, мне кажется, здесь так же холодно, да, как и в моем родном Ростове-на-Дону зимой. Даже, может быть, сейчас холоднее. И да, просто поела лапшу и легла спать где-то в 12 часов. Очень спокойно встретила Новый год. Да. И вот самое большое отличие, мне кажется, то, что вот Рождество и Новый год, мне кажется, наоборот празднуется. Чтобы в России Новый год с размахом, да, а Рождество так, это более такой семейный, спокойный праздник. А в Японии, мне кажется, наоборот, что молодежь празднует в начале Рождество 25 декабря, это тот такой день популярный свиданий, и вообще очень любит молодежь этот праздник. А Новый год празднуется, как у нас Рождество, то есть это надо идти в храм и молиться. Но все наоборот. Мне казалось, это очень интересно. И я чувствую, что в Японии Рождество такое яркое украшение, иллюминация, да? Но после 26 декабря, после завершения Рождества, все вот меняем такое японское традиционное украшение, это такое тихое, спокойное, да? Поэтому, да, я согласна с тобой. Да. Очень была удивлена еще тому, как быстро разбирают тут елку и украшения рождественские после Рождества. Буквально на следующий день, уже когда они успевают за одну ночь, что ли, убрать все елки во всей Японии, и на следующий день уже выставить традиционные синтоистские японские украшения, да, религиозные. Вот в России как-то нету такой строгой грани. Вот закончился Новый год, а 2 января мы должны убрать елку. Этого нет, это зависит, да, от семьи. Кто-то, у кого-то она вообще до марта стоит. Вот, например, в моем детстве, я помню, мне было жалко выбрасывать елку, но она живая, да, ее срубили, что как выбросить сразу на следующий день. И она у нас стояла, наверное, где-то уже пока желтого цвета не станет до марта. Город тоже остается елку и иллюминации до конца января точно оставлять, поэтому у нас, да, такое ощущение, что праздник. И еще я удивилась в Японии, если говорить вот об отличиях, то, что тут принято 1 января, есть осечи, традиционное японское блюдо, и там тоже есть какой-то
смысл, там, религиозный, философский, но я вот особо, если честно, не вникала. Но все японцы едят, не все, ну, принято, да, вот у сэчи есть, и в этом есть именно смысл. А в России тоже нету такого блюда, которое именно полагается по традиции есть. Там, да, есть оливье, селедка под шубой, какие-то просто популярные блюда, но тоже может меняться от семьи. А в Японии даже вот когда перед Новым годом магазины, они полностью завалены, да, вот везде осэчи, можно заказать этот осэчи, стоят они довольно-таки прилично, потому что все должны, ну, знать, что это будут покупать все равно. Для меня не узбрена, потому что так привычно, но интересное мнение с русской, да, потому что я никогда так не думала. 1 января это осэчи. Так и есть, да. Я вообще узнала об осэчи 3 года назад, наверное, когда первый Новый год в Японии встречалась, что есть такое блюдо. Поэтому встречать Новый год в Японии очень спокойно, сдержанно и, можно сказать, даже религиозно. Да, такой ответ. Новый год в Японии, да. Теперь понятно? Да, спасибо большое, Женя, да, спасибо. Тебе тоже спасибо. Я думаю, что русским зрителям будет очень полезна эта информация. Да, поэтому именно, да. Спасибо. Да. Да, не, Женя-чан, 今回, таксан, не, 面白い話を, 日本語でも, ロシア語でも, ありがとうございました. とても勉強。 貴重なコラボさせてくれてありがとう。楽しかった。相変わらず楽しかった。楽しかったね。ところで皆さん、私のチャンネルでもマリシカが出てますので、ぜひこちらのコラボ動画もご覧くださいね。ぜひぜひ、ジェニアチャンネルの方ね、チャンネル登録をして、皆さん動画見てください。よろしくお願いします。お待ちしています。はい。ではまたジェニアちゃん次のねコラボでお会いしましょう。その時は、はい、実際会ってねコラボできたらいいですね。このリモートじゃなくて、はい、それが一番の望みですね。ぜひぜひ。はい、ではまたお会いしましょう。バイバイ。パカパカ。パカダストレッチ。ということでいかがだったでしょうか。2021年の初コラボはジェニアちゃんでした。ジェニアちゃんありがとうね。スパシーババルショイ。ではこれからも私の専門であるロシアとバリについて動画を配信してきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。パカパカ。チャンネル登録よろしくね。